どうも皆さん、年末いかがお過ごしでしょうか。ハイパーダッシュ基地のクールキです。今日もよろしくお願いいたします。ハイパーダッシュ基地、年末年始の恒例行事といいますとですね、最近ずっと作っております年賀四駆。なんとですね、先ほど調べたら2017年からやってましたね。だから17、18、19、20、21、22ということで、改めてね、年賀四駆、今までこういうの作ってきたっていうのを振り返ってみましょう。まず記念すべき年賀四駆第1弾は2017年でございました。ウイニングバードフォーミュラ HDK2017 スペシャルエディションということで、もうこのデザインがまんま年賀状として印刷させていただきまして、関係各所にお送りさせていただきました。画商の漢字の切り抜きをマスキング頑張った記憶があります。続きまして、2018年の干支は犬ということで、こちらもちょっとねダジャレに近いんですが、ゴッドバーニング3をベースにゴッドバーニング1を制作させていただきました。ミニ四駆ドッグのワンちゃんが、乗っておりますが、ちょうどね後ろに流れてますが、あのハイパーダッシュ基地の方ではウェブ限定版でメイキング動画も公開してますので、気になった方はぜひそちらも合わせてご覧いただければと思います。実はですね、このゴッドバーニング1、海を越えてニューヨークに、現在行っております。はい、出張中でございます。2018年から出張中ということでございますね。こちらも詳しくはハイパーダッシュ基地のウェブ版の方で公開してますので、よかったら合わせてご覧ください。続きまして、2019年の干支はイノシシということで、こちらでございます。まあ、なんでレーザーバックにしたかっていうと、空力が選ぶイノシシっぽいボディランキング第1位がレーザーバックでした。これ全部、筆塗りでございます。確かね、3色4色ぐらいの塗料を筆でこう、なんかワイルドチックにね、こうハケでキュッ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 ってなんか塗っていった記憶がありますね。で、最終的にスパイクタイヤを装備してこういった形になっております。さあ、そして2020年はこちら、干支はネズミということで、マンモスダンプですね。ダンプをベースにマウスダンプトラック、マンモスマンモスマウスみたいな、まあ、今考えればかなり無理があるんですけども、ダンプをですね、本来ベースはイエローなんですが、それをですね、グレー、マットグレーだったかな、塗りまして、で、これね、新春とか令和2年って書いてる、これまあ手書きのペンなんですが、富谷さんのねメッキのカラーペンみたいなのがあって、そこのシルバーを使っております。なんかこれね、写真とかで画像とかで見るよりもキラッとしてるね、本物はかなりキラッとしてる、質感でございます。そして昨年がこちらですね、干支は牛ということで、カブディーブル、ちょっと笑ってしまいましたが、ベース車はラウディーブルというね、青い FMA のシャーシに搭載されているボディでございます。それをベースに、ラウディーブル、ラウディーブル、カウディーブルみたいな、ことをやってしまいましてですね、ベースを白く塗りまして、そしてこの牛の模様の、まあ、黒い斑点ですね、ここを、まあ、筆でこうランダム性を重視しながら塗っていったということで、これが2021年のカウディーブルということでございました。ということで、2017年から2021年の年賀四駆をご覧いただきましたが、来年の2022年の干支は虎でございます。虎にちなんだミニ四駆ということで、何かねちょっと思いつくことないかなと思ってたんですが、ミニ四駆、虎、タイガーザップ、なるほどね、タイガーザップですが、これはもう廃盤商品だと思います。あー、クロスタイガー VR、 あー、いやでもこれも現行では売ってないですね。まあ柄はね、多分虎柄っぽいやつでいきますけども、虎柄ちょっと待って、虎、あら、カメラ回してたらピンとくるもんですね。虎ありましたね。トラ、タイガーで考えてたからダメだ、シンプルにトラで考えたらこれいけるんじゃないかね、我々の世代 X。 昔ね GMC 塗装したんですけどね、あ、